1>, 1月19日正午、ルイビトンジャパンはソーシャルネットワーク X に写真とスペシャルコンテンツを投稿した。1月19日正午、ルイビトンジャパンはソーシャルネットワーク X 上で一つ、2024秋冬メンズファッションショー、平野志陽がパリのアクリマシオン庭園で開催されたスペースアットマークファーロルによる初の秋冬メンズファッションショーに駆けつけました。ショーのフル映像は、http ラウイスバイテドットコムスラッシュ 6016RLI5E からという内容の投稿を投稿した。2位、時間後には125.21000回の再生回数がありました。含む274件のコメント、3 5千0シェア、1万いいね。ファンにとって平野仕様の影響力はあまりにも大きいと言わざるを得ません。ファンからは熱烈なコメントが寄せられた。 このイベントが引き起こす社会的な波紋は計り知れません。ファッションの力が人々を国境や文化の壁を越えて結びつけ、新たな視点を提供していることを改めて感じさせられました。コメント欄には、平野仕様が導く新たなファッションの世界への感謝の言葉が溢れ、香港とは異なる素敵なショーへの興奮が広がっています。ショーの魅力は、 単なる洋服の紹介を超えて、個々のアイテムに秘められたストーリーやデザイナーの芸術性を垣間見ることにあります。ファッションショーの中で、香港から始まり、パリの舞台で輝く平野仕様が、個性的なジャケットやアクセサリーをまとい、新しい時代のトレンドを生み出しています。ファッション愛好者たちは、早朝4時からのリアルタイムでの視聴を通じて、ラムウェイに登場するモデルたちのスタイリングに息を呑みました。 ダモフラージュのカジュアル感とシックなモノトーンの融合、ターコイズブルーのボタンやパールの装飾が、普段のファッションとは一線を画す新たな魅力を放っていました。ファンたちのコメントには、平野の仕様を通して新しいファッションの可能性を見いだした感謝の言葉が満ちています。彼の着こなしや選んだアイテムに触発され、ルイ・ヴィトンの世界に足を踏み入れたファンたちが、新しいデザインやカラーコンビネーションに魅了されています。ファッションとは、 単なる衣服の悪を超え、アートや文化を通じて社会に深く影響を与えるもの。平野仕様を中心に繰り広げられたこの賞は、単なるファッションショー以上のものであり、新しいアートの形として社会に浸透していくことでしょう。香港からパリへ、そして世界中のファッション愛好者が新しい冒険に挑む中、これからも私たちは彼らの旅を見守り、ファッションの魔法が社会をより豊かにする瞬間を共有していくことでしょう。